こんにちは、作文アドバイザーの藤本健一です。本日紹介する本はこちらです。安藤忠雄、仕事を作るという本です。日本を代表するだけじゃなくて世界的にも有名な建築家の安藤忠雄さん、この人ですね。この人が日本経済新聞に連載していた私の履歴書というコーナーがあります。それをまとめたのがこの本なんですね。安藤忠雄さん、私と同じく関西出身なんです。だから私の地元の兵庫県の兵庫県立美術館にも安藤忠雄コーナーがあったりもします。この人はですね、関西でいうとサントリーミュージアムであるとか、結構有名な建物を作っている人です。イタリアやフランスでも美術館設計などで有名な人なんですよね。安藤忠雄のすごいところはですね、独学なんです。まあ、高校出た後ですね、家庭の事情で進学ができなかった。だから大学に行った友人に頼んでですね、建築関係の本を山ほど買ってもらって、それを自分で勉強した。そして自力でですね、建築事務所を作って、そこで仕事をしながら2級建築士、1級建築士も取り、どんどんですね、仕事の幅を広げていったという人です。まさにこの人は仕事を作っていったっていう、そういう人なんですよね。そして世界的にも有名な建築家になられたわけです。この人の本を読むとですね、あ、自分を頑張ろうみたいな、そういう思いが湧いてきます。特にこの人はですね、未だに仕事というか住まいを大阪、関西に置いています。そこから東京の案件を受けに行ったり、海外に、案件を受けに行ったりしているわけです。そうやって関西にこだわりを持って、自分を育ててくれた場所を大事にしたい、そういう思いのある人で、すごい人だなというふうに思いました。まあ、この人もただですね、独立した時全然仕事がないわけです。どうしていたか、面白いですよ。空き地を見つけると勝手に空想の建築をデザインした。所有者が分かればこういうものを建てないかと提案に行った。無論頼みもしないことをと追い返される。私は当時から仕事は自分で作らなければならないと考えていた。事務所に座っていても仕事が向こうからやってくるわけはない。実績のない私に依頼者など来るはずもないのだ。学歴も社会的基盤もないとは、こういうことかと痛感させられた。そういう状態だったんですけどね、でもやり続けていったんですね。そしたら仕事はどんどん依頼受けるようになってきた。これ私みたいに自分で仕事やってる人にとってすごく大事な発想だなというふうに思います。自分から提案していく、自分からこういう仕事どうですかって言っていく、その大事さを学んできた気がします。で、この人はもともと自分が好きな建築家、自分で建築をやりたいという思いがありました。で、それを形にするために自分で事務所も作るし、独学もします。また、ル・コルビジュというですね、フランスの建築家、これ日本でいうと国立西洋美術館を設計した人としても有名ですよね。で、その人の建物を見るたびにわざわざフランスに行って、一個一個回っていったりという形をしています。本当にですね、一生懸命独学してきた人なんですね。それで今も結果を出している。私もこういう人みたいになりたいなというふうに素直に憧れました。特にですね、安藤忠雄の場合、結構思い切ったことあります。例えば全然住むのに役立たない住吉の長屋、まあ、なんというかですね、家から2階に行くたびにわざわざ雨降ってる日だと傘さして行かなきゃいけない、不思議な建築の仕方をした建物を作ってたりするんですよね。で、そういう思い切ったことをやると当然反発も来ます。反発も来るんですけれども、反発があるからこそやっていく、そういう姿勢を安藤忠雄さんに学ばせていただきました。近々安藤忠雄さん、札幌でも講演会をやられるそうです。ちょっと私も見に行く予定ですので、実際のお話を聞けるのをすごく楽しみにしています。それではまた次回。